か、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、ちょっと動画に質問が来ましたんで、それにお答えをしていきたいと思います。その質問とはですね、合気道の根幹って何ですかという質問だったんですね。それに今回お答えをし、動画として発信をしてみたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回ちょっとご質問がありましたんで、まあ、こういった形で、動画を作るのは初めてかもしれませんね。嬉しい悲鳴でございます。どうもありがとうございます。その内容というのは、合気道の根幹って何ですかという質問だったんです。非常に抽象的だな、結構難しいなと思ってたんですね。ところがですね、これ私がね、実は動画の中で発した言葉なんですって。うわーと思ってね、その動画っていうのは約1ヶ月前に発信したですね、本物の合気道っていう動画なんですよ。で、この中で私は、まず富木健二先生、それから塩田剛造先生、そして東平浩一先生、斉藤守弘先生たちの、を例に出して、皆さん本物ですという、そんな結び方をしてたんですね。要は、技は違うんですよ、なぜ違うかっていうことを説明して、でも皆さんは、本物ですよという結論を結論に結びつけてるわけですね。で、その最後のフレーズの中に、ただしやはりその根幹となる部分は大事にしてほしいなっていうふうに結んでたんですよ。要するに、それぞれの偉大な諸先輩、富木健二先生、それから塩田剛造先生、東平浩一先生、斉藤守弘先生も偉大なる達人でございますが、そこから、指導を受けたまた弟子たちに受け継がれていくじゃないですか。その中でね、やはり根幹としての部分は失ってほしくないな、なんてことだったんです。で、もう結論から言っちゃいましょう。その時に私が言った根幹というのは、強いってこと、要するに使えるってこと、相手を制することができるという意味で使ってます。というのは、今いろんな合気道が出てます。別に悪いこととは思いません。例えばですね、武術として見てる方もいらっしゃるでしょうし、私のようにコミュニケーションツールとして見てる方もいらっしゃる、健康法として見ていらっしゃる方もいらっしゃる、そしてまたリラクゼーションという意味で見ている方もいらっしゃる、いろんな見方があっていいんです。いいんですけれども、武術なんですよ。武術ですから、やはり使えるようにと、強いということをね、しっかりと持ってほしいなという意味で、私はその時に、合気道の根幹はと、譲らないようにだったかな、合気道の根幹をしっかり持っていくようにっていうことで結んでるんですよ。これがまず結論なんですね。で、合気道の動きっていうのは、入り身であるとかですね、それから転換、炎天の理を基軸としてるんですよ。で、これらの技術を使うことによって、大きな力を使わなくても合理的に相手を制することができる、これが合気道なんですよ。これが合気道ね。これ私が言ったことじゃないですよ、大先生、吉祥丸先生がね、おっしゃってることなんですけれども、これにのっとってるわけです。ということは、しっかりと相手を抑えられるような合気道でなきゃいけないと私は思ってます。そういう意味で私はその時に、根幹、合気道の根幹はと、ね、しっかりしたやはり武術であるから、使えるようなものは必ず持っていってくださいと、持っていって出す出さないは別ですよと、持った状態で、ね、リラクゼーションで使うのはよし、ね、コミュニケーションツールで使ってもいいし、健康法として使ってもいいですよっていうことなんですね。そういう意味で私は発してます。ですから、やはり、武術という部分があるんでね、その部分をしっかりと確認をしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうには私思ってます。でないと、ただの運動になっちゃうんですよ、運動に、ね、でただのね、舞踊になっちゃう。ですから、合気道じゃなくて合気ダンスになって私いけないと思うんですよ。もしやるんであれば、もう完全に合気ダンス、名前を変えてほしいぐらいの気持ちはあります。偉そうだけどね、でもそういう思いがあるんですよ。私はまあ武術として、大先生は武術として作ったんです。で、今度ね、まあ、吉祥丸先生の時代になってですね、吉祥丸先生は普及のために全国行脚をし、そして世界に発信をしたんですよ。その時に、今までは例えば軍隊で使う殺傷の技術だったんです、合気道って。もう柔道以上に殺傷技術があるというふうに言われ、そして軍隊に取り入れられた術なんですね。それがやはり時代の変化とともに、特に敗戦ですよね、武術禁止令、武道禁止令が出て、どうしても危ないところは排除しなきゃならないと、そして
普及のためには誰でもできますよっていう風にしないと、要は門戸を開放しないといけませんので、少しずつ変わってきた、危ない部分は排除し始めたということなんですよ。それで、まあ、確かに入りやすくなった。昔は、ね、大先生の時代ですね、まだどうでしょう、50代60代の時代なのかな、あの紹介者がないとダメだった。特に2人の紹介者がないと入門は許されませんでした。それだけ殺傷技術が高い、武術だったんで、悪用されてはたまったもんじゃない、大変だということで、ちゃんとした人だよっていう認定があって初めて弟子として迎えられたんですよ。今はそういう時代じゃない。今はね、手を挙げれば誰でも入ってこれるような状態にしたんです。ですから全世界に広がりました。これは空手も柔道も一緒です。柔道も昔はですよ、必ず当て身があったんです。当て身があった。でも普及のために競技化をして、そういったものはちょっと封印された。実は講道館のにはあるんですよ、そういったね術はあるんですけども、それよりもやはり、試合で勝つためのね方がちょっとクローズアップされちゃったかなっていうところなんですよ。これは空手もそうだしね、柔道もそうだし、しかりなんですよね。まあその分広がったっていうのは素晴らしいことだと思います。ですからちょっと話戻りますけど、私が言ったのはやはり武術ですから、武道ですから、強いと、強くなきゃいけないなという部分をね、必ず持ってほしいなというふうには思ってます。賛否両論あってもいいです。私の考えとして、私はそれを思ってるんですね。でないとたまにねこう見ててうんって思うところもありますよ。偉そうだけどね、あります。私もね、いつもね、まあ修行したのは20年ですけど、若彼氏頃からね、どうやったら使えるだろうとかね、どうやったら大きいやつをね打ち負かすことができるんだ、そんなことばっかし考えてましたよ。どうやったら使えるのかなと、この技はと、そんなことばっかし考えてたんで。だって武術ですからね、相手を制する術なんですから、それはずっと思ってました。でね、ちょっとここから派生するんですけれども、合気道をご存じない方とか、これからやろうとしている方にとってね、なんでじゃ違うのっていう疑問が出てくると思うんですよ。それだけ素晴らしい先生がいるのに、なんで統一できないのってことなんです。これはですね、どの部分をクローズアップするかなんですよ。あのね、要するに体の大きさも違いますよね。柔軟度も違う、パワーも違うわけですよ。例えば、海祖の上芝森平王は155センチしかなかったんです。私175センチあるんですよ、ね、その部分でやはり体格的にも違いますでしょ。それから柔軟度も違う、ね、体が柔らかい人もいる、硬い人もいるわけです。パワーがある人もいる、パワーがない人もいるんです。 ですからその部分として、今度受け手なんですよ。受け手がどこにフォーカスするかなんです。例えば膝だと思う人もいる、肘の使いだと思う人もいる、主刀だと思う人もいる。そうするとそれを中心にクローズアップするんですよ。で、昔はヒントしか与えない。これはですね、昔は本当に物騒な時代だったんで、むやみやたりに教えると悪用されるかもしれないし、自分の身が危険だということで、ね、技は盗まれるとしてですね、大先生は外では本物を教えてないんです。演武の中では出してないんですよ。それは、本当に信頼のある弟子の中の稽古でしか出してないんですね。ですから皆さんがご存知のその演武の中の大先生は仮の姿でやって、もっと激しい稽古をしてました。こういうものなんですよ。ヒントは与える、でも答えは自分で導き出せなんです。これはずっとそれが継承されてます。私もそうです。私の時代も、師範には、質問するなって言われたんですよ。もうね、たくさん山ほどあんの、質問したいことが。でも質問するなって言われたから、そうか、そういうものなんだと思って自分の中で咀嚼してですね、そうか、じゃあ技は盗まなきゃいけないんだなと思って、今まで以上に見るんですよ。どこが大事かな、膝かな、でも袴履いてるから見えんぞと、そういった部分でやっていくのが武道においての修行なんです。ですから人それぞれ違うんですよ、ポイントが。A という師範は膝だと思えば膝を中心に今度は指導していくでしょうし、ね、肘の使いだと思った師範はそれを中心に指導していくんですね。ですから技が少しずつ変わってきちゃう。でまたその弟子もそうなんです。要はね、伝言ゲームみたいなもんですよ。伝言ゲームだんだんほらね、最初に言ったことが全然違った答えになっちゃうじゃないですか。あれと同じということはどういうことかっていうと、根幹をしっかりと定めなきゃいけないってことですよ。どこかでチェックをするんです。何をチェックするか、使えるかなってことですよ。この技使えるかなってことをチェックするんです。それは私はとっても重要だと思ってるんですよ。ですから私頑張る稽古も必要だなと思ってます。で、ね、本当にがっちり
持たせてですね、ちょっと意地悪させてあえて、その状態でしっかりと裁けるか、裁けなかったらどっか無理があるんですよ。どっかおかしいんですよ。私もそうなんですよ。あと20年ぶりにやって全然ダメだと思う部分も多々あった。どこが悪いんだろうって自分でまた反省をするんですよ、ね、自分にまた問いかけをするんです。あ、ここが違ってた。これが修行なんですけどね、これね、気の遠くなるような作業なんですけど、これやらないと上がっていかないんですよ、うん、ということなんです。ですから、どこでチェックする、そのチェック、ね、私の場合はもう常に、ね、この技使えるかなっていう尺度で見てますから、そういった部分をね、やはり持っていただきたいなというふうには私は思ってます。まあこれはまあ人平先生もそうですね、やはり使えてなんぼのものだからということでね、まあ意見は一致しているはずなんですけれども、昔はさっきご案内したように、いかに接するかっていうことなんですよね。その私が言った合気道の根幹っていうのは強さ、いかに使えるかね、という部分でご案内をしたわけでございます。ご回答になりましたでしょうか。そして最後にですね、王先生が言われたこの言葉を持って結びにしたいと思います。合気道は敵を打ち破るための武道ではなく、あらゆる人々と調和して手と手を取り合って一体となるような和合を目指した武道である。これが王先生が言われたものです。最後は人間形成なんですね。その武道を持って人間形成していきましょうということになるわけです。ですから死ぬまで修行なんですよね。ということで今回は合気道の根幹というテーマで、ちょっとある方のですね、質問にお答えするような形をとってご案内をさせていただきました。この辺りでご礼を。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。